J-WAVE ロハスタック。今週のゲストは一般財団法人国際セラピードッグ協会代表大木徹さんです。リモートでのご出演となります。大木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。大木さんは東京日本橋生まれ、76年に渡米され、全米ツアーを成功させるなどブルースシンガーとして活躍する一方で、国際セラピードッグ協会の創始者として捨て犬たちをセラピードッグに育成し、動物介在療法の普及を45年にわたり行っていらっしゃいます。大木さん、早速ですが、国際セラピードッグ協会は捨て犬や東日本大震災の被災犬など、さまざまな理由から保護者を失った犬を殺処分から救ってセラピードッグに育成し、殺処分ゼロの実現に向けて活動されていらっしゃるということですが、そもそもブルースシンガーの大木さんがなぜこの活動を始めるきっかけになったのか教えてください。はい、私自身がね、犬たちとの付き合いが本当に子供の時からありまして、はい、犬に、まあ、ある意味で子供の時に救われた人生でして、はい、私がね、ちょっと言葉が不自由だったんですよ。吃音というやつを持ってまして、はい、それでいつも犬と一緒にいましてね、犬に救われてずっと一緒に過ごしてた時代が非常に多いもんですから、はい、まあ犬との、なんていうんですかね、関係性がより深く自分の人生の中にあるんですね。はい、それで私はブルースシンガーですから、アメリカへ70年代に渡って、その時にすぐその大きな仕事ができるわけではないですから、はい、時間のある時にアメリカの動物愛護というやつを非常に学ぶことができまして、はい、それでセラピードッグという世界を見ましてね、はい、高齢者や障害者の施設を訪ねるようになりまして、はい、そしてアメリカの社会貢献する犬たちに出会っていくわけですね。なるほど。でそれが大きなきっかけでして、まあ、日本にはそういう状況はありませんでしたから、はい、でその犬たちの活動の、まあ、人を助ける姿というのが本当に感銘しましてね、私自身も助けられましたから、はい、それが大きな、やはりセラピードッグと関わる一つですね。J-WAVEロハスタック。まあ、大木さんはニューヨークに住まわれたり海外の事情に詳しいんですけど、日本って特殊なんですか、あれだけ犬と猫を殺しちゃうっていうのは。まあ、世界でね、経済大国と言われる国で、これをね、ずっと長い間国がねやってるというところは本当に大きな汚点なんですね。はい、でやはり動物愛護というのはもちろん法律がきちっと あるんですね。しかし、まあ、日本の場合は大変それは遅れましてね、はい、動物の愛護ということに関しては世界から50年私は遅れると思います。なるほど、はい、あれですね、動物愛護法では飼い主は最後までちゃんと面倒を見なきゃいけないということになってるんですが、はいはい、途中でまあ放棄したりしている人たちのせいで捨て犬とか捨て猫になっちゃうんですね。そうです。それがでも大木さんたちの地道な活動で随分改善はされたみたいですね。まあ73年に動物愛護法が成立されて、私もまだ若かったですけども、はい、その時代からその捨て犬や捨て猫の殺処分という問題に非常にぶつかりましてね、はい、でアメリカの動物愛護の皆さんが、私がセラピードッグの育成をライフワークでやってましたから、東洋人で私しかいなかったんですね、はい、でその時にやっぱりその日本の、犬たち猫たちの殺処分のことをアメリカの皆さんは非常に知ってるんですね。でそれをね、日本には犬と猫のアウシュビッツがあるという言い方をしましてね、許せないということでね、はい、非常にバッシングされました。それであなたはその自分が音楽家として人の前に出るんだから、なぜ自分の国へ行ってこういうことを変えないんだということを非常に強く言われまして、まあそれがきっかけで、まあ、日本公演に来るたびに全国を見ましてね、本当にその殺戮というか地獄のような
J-WAVE ロハスタック、この大木さんが、お作りになった国際セラピードッグ協会というのは、はい、まあ、どのぐらいの規模の協会なんでしょうか。動物介在療法というセラピードッグを育成するわけで、まあ、基本は捨てられた犬たち、また震災で家族を失った犬たちで、特に殺処分の寸前の子を救出して健康回復させて、そして2年半の教育を受けさせて、そしてセラピードッグに育成するんですね、うん、今ですね、まあ、これ40年以上やってきましたけど、高齢者施設の活動が非常に多いんですね、年間で延べですけども1万2000名以上の高齢者、まあ、特に認知症の方たちの患者さんを受け持ってます、はい、あとは障害をお持ちになった方たちとか、がんの延命であったり、そういう皆さんをセラピードッグを通して動物介在療法というやつで、はい、生きる勇気であって、あとリハビリを一緒にやったりですね、そういう活動を続けています、財団法人です、はい、まあ、うちの場合は特に特殊なのは、殺処分される犬たちを救ってセラピードッグに育成するという今までなかったことが、ね、まあ、なんとかできましたんでね、大きな賭けでしたけども、それがそういうふうに人を助ける犬になれるんだから殺処分はまずいぞというようなことをみんなが思うようになってくれたと私は思ってます。随分あれですよね、本当に説得力のあるプログラムだと思うんですけど、これまで国際セラピードッグ協会が育てた犬は何頭ぐらいで、あと現在活動している現役の犬は何頭ぐらいいらっしゃるんですか。ですね、今現役が31頭の現役のセラピードッグがおります、はいはい、で今まで、まあ、実習の犬を入れると40頭以上になるんですけれども、はい、あと実際に救出して私のもとでそれなりの立派になった子たち救出したのが大体280近くを救出してきました。すごいですね。それで、まあ、セラピードッグに育成するのは時間もかかりますけども、はい、そういう歴史の中でやってます。今も救出と育成をしてます。 J-WAVE ロハスタック、介護の介と在宅の在と書いて、はい、動物介在療法という療法だそうですけども、はい、これは犬とペットのように飼って癒されるっていう言葉はよく聞くんですが、はい、どう違うんでしょう。動物介在活動というのがありましてね、これはアニマルアシスティッドアクティビティ、これはね、はい、一般の愛犬でも癒されていろんな人を楽しましたりするということができると思います、はい、で動物介在療法はアニマルアシスティッドセラピーというやつで、要するに動物介在療法、まあ、医療の現場なんですね、はい、ですからこれは医療の現場で医師たちとプログラムを一緒に考えて、要するに人 の癒しだけではなくて健康回復ですね、そうすると病気の回復、リハビリの促進、これに大きく貢献していきます。これはですから AAT というんですけども、これは動物介在療法ですね。ですから癒しというのは、まあ、いろんな犬であれば、いろんなご家庭でね癒されて愛犬として住みますけども、このセラピーの方は少し訓練もありますし時間もかかりますし、で現場が医療の現場ですから、きちっとした教育を受けないと脊髄の直帰は切られないですよね。なるほど。 J-WAVE ロハスタック、僕は資料を読ませていただいてすごい驚いたのが、はい、認知症の方がですね、はい、まあ、治るわけじゃないんですけども、まあ、意識を取り戻すケースが、うん、出てたと思うんですけど、はい、ちょっと具体例を教えていただけますか。認知症の方たちというのは基本的に
まあ、思い出とかいろんな家族との関わり合いとかというものがどんどん遠ざかっていく。そして特に残念なことに家族の名前を忘れたり、いろんなことの記憶が薄れていくわけですね。でその時にですね、例えばこのセラピードッグの一つの症例としては、犬の名前を覚えることから、犬を触って触れて、そしてその子の名前を覚えることをリピートしていって、そこから出発して今度は忘れかけていた家族の名前をもう一度リカバリーさせるんですね。そういう、まあ、犬たちが間に入って、役目をしていくと。ですから特に記憶認知の場合っていうのは非常に大きいですね。 J-Wing ロハスタック、こう救出した犬をですね、こう一人前にするのに2年半以上かかるというのをお聞きしたんですけども、はい、そのセラピー道具のこの訓練士の方、人間の方ですね、はい、これもまた、はい、育てるのに結構時間かかるんじゃないですか。そうなんです、これがね、はい、犬たちよりかかると思います。あ、そうなんですか。だから本当に一人前になるのは、まあ、5年。あ、そんなかかるんですか。5年、まあ3年ぐらいからこう実習に入ってきちっと活動して責任を持って施設や病院に入るね、5年。ですからうちにも15年20年というのが何人もいますけども、はい、やっぱり動物の行動学やセラピードッグの方法をですね、やっぱり学ばなきゃなりませんし、やっぱり時間かかりますね。でも資料を見てもお話聞いてても全てあれですよね、新しい道を切り開いて来られたから大変だったと思うんですけど、その活動をやるときに大事なのお金だと思うんですけど、はい、その運営面の活動費っていうのはどうやって賄ってらっしゃるんですか。これはですね、まあ、たまたま私がミュージアンでアメリカで、少しずつ仕事をもらって、まあ、いい時もありましたから、はい、その時のずっとやっぱ音楽で、やってきた、いただいたお金をそれに全部使っていくと。すごいですね。これしかないですね、はい、もっともっとね、自分が大きければもっといろんな救うこともできたんでしょうけども、まあなんていうか、最初はどうなるかと思いましたけどね、やっぱ不思議とですね、ブルースを歌ってもらったドルなりお金がですね、はい、やっぱり犬たちの命を救えるとなるとね、私自身が犬に救われましたから、なるほど、恩返しをするということに関しては今それがね、すごくね、自分の中では良かったと思いますし、もちろん途中でね、少し迷ったりね、なんていうかな、苦しいことって当然あるんですけど、今はねやっぱりこう、頑張ってやってきた自分で歌ったお金が犬たちの命を救えるっていうのは本当に私はね良かったと思ってますし、ただ震災が日本にございましたよね、はい、東日本の、はい、それ以降はですね、報道にたくさん私が出ますんで、一般の皆さんが寄付をしてくださるようになったんですよ。なるほど。今まではね、それは私はしてこなかったんですね、はい、動物の世界ですから、はい、まあ、自力でやろうっていう、まあまあ、痩せ我慢ですね、そんなつもりで来たんですけどね、はい、今はね本当に一般の皆さんがね、その殺処分の問題とかセラピードッグのことを、まあ、賛同してくれて寄付をいただくような時代になりました。J-Wayロハスタック。あと僕資料を拝見してて気になったのが、もともと捨て犬というか、殺処分間際の犬たちを救出してですね、それで名前がみんなついてるじゃないですか、銀次とか金次とか、はいはい、あの名前はどなたがお付けになってるんですか。これはもう全部私が付けます。あ、やっぱりなんかそうかなと思っていろいろ、僕も大木さんと同じ世代なんですけど、はい、僕たちの時に犬のテレビ番組ってありましたよね、名犬ラッシーとか。そうです。あと僕覚えてるリンチンチンって、あれは
どういう犬だったのかちょっと覚えてないんですけど、あれはね、うん、あのアメリカの確かね携帯の中で活躍する犬ですよね。あ、はい、あとなんか番組でありましたか、犬の番組って。 あとはねちょっと渋いんですけど、はい、名犬ロンドンっていうのがいて、これは放浪する犬で、であの行く行くところの町で事件を解決して、そしてまた次々の町へ行くというですね、あのなかなかドラマチックな犬のストーリーでしたけど、あ、まあ、あのアメリカのことですから、そういう犬とのドラマっていうのは非常にいいですね。はあ、我々もあの私たちの時代っていうのはそういうアメリカから来たテレビドラマですよね、白黒のテレビを、それを見てですね、やっぱり犬のその素晴らしさっていうのを非常に驚いた世代だと思います。 J-WAY ロハス Talk。 まああの僕はリズム&ブルース大好きですから、ベイン・キングなんて神様だと思うんですけど、はい、スタンバイミーのね、はいはい、大久さんはこれ彼とマンハッタン・ブラザーズっていうデュオを組んで活動してたと、はい、ね、もう大変な実績だと思うんですけど、この12月にその大木徹クリスマスチャリティーディナーショーがあるんですね。はい、この様子をちょっと教えていただけますか。あのこれはねちょうど18回目になるんですけど、18年間、はい、日本橋のロイヤルパークホテルでチャリティーのショーであのやってるんですけども、はい、その日はあの犬たちもステージの上に登場しましてね、はい、あの皆さんにこう見てもらったりして、でまた自分のショーをあのやるんですけども、はい、まあ、年に1回の大きなイベントでして、でこの日には本当にもう全国からいろたくさんの方が来てくださいますし、本当にチャリティーの、まあ、イベントとして18年続いて本当に良かったなと。でそれはあの収益は全て捨て犬や、被災した犬たちの医療費に使わせていただいて育成のためにしています。いや、 やっぱりなんか切符がいいというか、日本橋生まれだと思うんですけど、僕も実は築地のマグロ屋のせがれなんですけど。そうですか。はい、それでマガジンハウスで育ってんでずっと築地なんですが、はい、あのこのチロルのね銅像が築地の公園にあるとか知らなかったんですけど、ちょっと教えていただけますか。あの歌舞伎座の通りのところに、はい、あのっていうのは銀座築地川公園ってやつがあって、はい、あのその公園の真ん中にですね、はい、チロルの記念碑が立ってまして、はい、あの当時亡くなってですね、まあ、大きく日本の動物愛護法にも貢献したし、多くの高齢者を救ったということで記念碑を立てていただきました。あれですか、あの映画にならないですか、まだ。あのお話を いただくんですけどね、はい、まあ、近い将来そうなるかもしれませんし、あのたくさんのお話をいただいてます。ただ本がね、うん、もう全部で14冊ぐらい、あの子どもたちの絵本だったり、はい、たくさん出ましてね、はい、本当に全国の人たちから愛された名犬だと私は思ってます。なるほど。あの、大木徹クリスマスチャリティーディナーショーの、詳しい情報は大木徹さんのウェブサイトでご確認ください。大木さん、今日はどうもありがとうございました。これからも頑張ってください。あのまたお会いできるの楽しみにしております、はい、失礼します。どうぞありがとうございます。失礼します。 J-WAY ロハス Talk。